ムーバ SH5005i は、シャープが開発した、NTT ドコモによる第二世代携帯電話端末製品。シャープは NTT ドコモの端末を以前から製造していたが、当時最先端であった Go21 シリーズを手掛けたことはなかった。SH5005i はシャープが本格的に NTT ドコモの携帯端末に参入した端末とも言えるものである。 非常に人気の高い端末の一つで、発売初日に約1万7000台、4日目の23日には約4万2000台、発売1ヶ月では約19万台を売り上げた。画面は当時では最大級である2.4インチ t f t 液晶で CG シリコンを採用し高画質な画面を実現した端末。3次元画像にも対応しており、 プリインストールされている3次元画像のほか、自分で撮影した写真も3次元に変換することができる。カメラではメガピクセルカメラを搭載しており、またシーンに合わせて夜景モードやスポーツモードといった最適なモードを選択できる機能もある。ただし、最大記録画素は XGA の約79万画素でメガピクセルでの記録はできなかった。 着信音は64話音対応。保存できる曲数は30曲であるものの、現在では、ほとんど見られない、メロディ自作機能も存在していた。なお、着歌には対応していない。文字入力システムは、携帯書院に。また、ビューキーがあり、メールを見ている時にも電話帳を見ることができるようになっている。505i シリーズとして唯一パケットデータ、通信サービスドパは、 期待をだが、9.6キロのデジタルデータ通信は可能である。発売開始8日目の6月27日に受信メールの振り分けに不具合があることを発表。なお、振り分けが正常でない場合もメールの消失はない。また、同年7月には、iApple の内容が初期化されるバグが発見され、ソフトウェアのバージョンアップで対処した。ありがとうございます。